人民委員会は、社会主義権の表議体の訳語の一つ現在の朝鮮、民主主義人民共和国及びベトナムの地方行政機関の名称。第二次世界大戦終了直後の朝鮮において結成された組織の名称。ソビエト連邦における内閣や中央省庁の訳語の一つ。人民委員会議朝鮮の人民委員会には、解放直後に、 各地で結成された組織を指す用法と、現在の北朝鮮における地方行政機関を指す用法がある。県順、人民委員会の旗形状府の YMCA で演説する伊て順委員長の両運協1945年8月、日本が敗戦し、朝鮮が解放を迎えると、朝鮮各地で朝鮮人による行政機能の掌握が図られ、 朝鮮建国準備委員会によって8月末までに145の支部が設置された。朝鮮半島の南半分では、朝鮮総督府とその所管庁は行政権の引き渡しを拒んだ。アメリカ軍の進駐を前にした1945年9月6日、朝鮮人民共和国の建国が宣言されると、朝鮮建国準備委員会は、中央人民委員会と名を改め、地方の支部が、 人民委員会と解消した。しかし、南半分では、社会主義者の影響の強い、人民委員会という名称が、占領当局に忌避されて禁止され、朝鮮総督府時代の行政機構を活用、継承した、地方行政が行われることとなった。一方、ソ連軍占領下の朝鮮半島北部において、ソ連の軍政当局は、社会主義者、 民族主義者が組織した人民委員会を講演し、朝鮮総督府地方官庁の行政権を接収した。朝鮮北部における中央行政機関は人民委員会を積み上げた形で組織されることとなり、1945年11月19日の北朝鮮五同行政局設立を経て、1946年2月8日に北朝鮮臨時人民委員会が設置された。 1947年2月19日には立法機関として北朝鮮人民会議が1月20日には行政機関として北朝鮮人民委員会が設立され朝鮮民主主義人民共和国の建国まで行政府として機能した。なお朝鮮民主主義人民共和国建国後1972年には国家機関として中央人民委員会が置かれた。 地方行政機関にあたる各級の人民委員会は、地方人民委員会と呼ばれる。地方人民委員会は、当該地区の地方人民会議によって選出され、委員長、副委員長、事務長、委員によって構成される。人民会議の召集、人民会議代議員選挙の実施、法令、政令、決定、指示の執行、地方予算の編成などの権限を持つ。 朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法において地方主権機関として規定された地方人民会議とともに規定されており地方人民委員会は行政的執行機関であるとともに地方人民会議休会中に地方主権機関となるとされる1981年9月まで地方行政については行政委員会が担っており 1981年9月にこれが拡充、改編されて地方行政経済委員会となり、政務員の指導を受けた。1998年の憲法改正によって地方行政経済委員会は廃止され、その機能を地方人民委員会が兼ねることとなった。ホーチミン市一区の人民委員会。ベトナム語表記はベトナム語、ウィーバンニアンダーン、違反人民。 小、中央直属上、県、小属上、死者、軍、支社、者、某、死の、各行政レベルに存在し、委員長、副委員長及び委員によって構成され、当該地区の人民評議会議員によって選出される。ありがとうございます。